お疲れ様です。10月2日、月曜日ですね、なんとか休み取りました。で、今もうお昼過ぎてるんですけど、背中の日ですね、足と腹筋全然やってないんで、スプリットルーティーンですね。もう肩と胸と背中大きく分けて3分割で、まあ間なんか詰まりすぎてるなと思ったら、はい、休憩っていうか、ね、他の部位休憩させるんで、まあ、腕の日なんかあったりするんですけども、で、今日また同じように背中2巡目終わってるんで、今から最後セットですね、3セット目、背中いつもの同じメニューでやっていきます。1回目14回で、2セット目、8回ですか。今から、はい、6回目標でやっていきます。ドロップセットみたいな感じで、軽めのというか軽い26キロのベントオーバーローリングです。20回やります。最後、はい、やっぱり最後軽いけど3セット目なので、はい、きつかったです。引き切るのがしんどいですよね。引き切るってなんかついついサボってうーってやめちゃうんですよね。なんかなんで、なんか押すのはね、なんかロックするまでなんか頑張れるんですけど、引き切るってなんかサボりがちなんで、ということもあって、特に引く系のやつはもう軽いのでいいんでね、できるだけ引くようにも引き切るようにも、してます。はい、で最後、リバースの、懸垂ですね。これも負荷重いんでね、ちょっとしっかり1分インターバルとってやっていきます。で、まあ、休みということもあって、最後おまけのまたね、あの腕の筋トレ、二頭筋だけね、せっかく二頭筋ちょっと中途半端に刺激入ってるんで、ちょっといつも大好きなインクラインカールで、最後ワンセットだけね、追加でやって締めようかなと思います。なかなか上がらないですよ。6回ぐらい上がるかな。はい、やっていきます。以前みたいにね、ゴムがあったらね、ゴム引っ掛けて補助つけながら返すやりたいんですけど、ゴムやっぱり切れちゃいまして、まあ、ゴムなしでやっていきます。はい、ということで次インクライン準備して、また軽めなんでね、今日はちょっと寝かし気味、もう一個か、一番これが一番寝てる角度です。これでやっていきます。 7.5 キロです。本当に息は持たないですね。でも昔からですね、どうしても息止まっちゃうのと、タバコの影響もあるのかもしれません。まあ、年の影響もあるんですけど。ということで、はい、20回目です。
大です。でこのまま、オルタネートで、勢いつけて回数稼いで、パンプアップしていきたいと思います。40回、片側20回です。終わりました。せっかくなんで、もう腕、もう2セット目ですね。ちょっと1分休憩取ります。息が続かないです。で、もう1回、インクラインでやって、最後もう1回、勢いでね、反動ですね。反動つけてね、回数稼いで、はい、パンパンにしていきたいと思います。で、それで終わろうかなと思います。で、やっぱりね、で、時間がね、いっぱいあって、毎日30分ぐらいしてるんだったらね、1V、かなり、やっぱ筋肉痛とか疲労残るんで、ちょうど足とか、腹筋とか入れてね、一回、ちょっとね、回ってくる日をね、ちょっと先延ばしたりするのにね、足とか入れると有効なんですけど、まあ、もともと私、足苦手でね、やっぱりちょっとで重いなんですか、もう息が切れて、できないんですよね。で、一時ずっとやってましたけど、そこまでね、やっぱり負荷が軽いせいか、特に変化もないんで、で足にやめてます。腹筋はね、なんかたまに、しようかなと思うんですけど、せっかくなんで、動画ね、撮っていけてるんで、試しに腹筋なしでどこまでね、出てくるのかって、全く腹筋なしでね、減量するだけで出てきたら面白いなって。思ってるんで、もうどうせだったらもうこのまま腹筋やらないでおこうかなって思ったりしています。で、本当にね、例えば理想じゃないですけど、68キロぐらい切れてきたら ね、改めてこんな感じでした。じゃあ腹筋もやっていきます。出てきたらいいなと思ってます。ということで、はい、もう一回最後のセットですね。なんか右の方がきつかったね。左サボってたのか、収縮しきれていなかったのかなと思ったりするんで、しっかり左ね、曲げ切るようにしたいと思います。下も回ってきにくいですね、息が切れると。チーチング使ってますね。はい、かなりいたたたたいたたたた。はい、おう、どうもポッカレ温水です。では、今日無理くり休み取ったもんね。この休みないとまた2週間ぐらい続くのかなと思って。ちょっとしね、デスクワーク残ってるんですけど、休みました。その代わり、仕事だいぶ残ってるんで、また明日から、ちょっと早く遅くで、なんとか、5分だけでもんでね、続けていけたらなと思ってます。はい、最後。あれ、まだ、勢いつけて、反動ありのオルタネートで終わります。1、2、
ですね、減量の方もですね、やっぱりいつになく感触とかしてるんですよ。で、間にね、なんか打ち上げみたいなのもあって、飲み会やって、以前はそんなのあるとね、もう一発で戻りますよね、やっぱり。で、チートデーですかね、流行りのチートデー、あんなの1週間に1回なんてとんでもないですね。1ヶ月に1回ね、取るぐらいじゃないとすぐに戻っちゃいますということで、まあ飲み会とかあったの割には、食べた後でも71キロ超えないんで、なんかいつになく、で、お酒もね、言うほど減ってないんですね。なんとか半分でね、止めてる時もあるんですけど、たまに超えたりする時もあるの。割には、71キロね、超えてないんで、おそらく一番体重が、ね、メモリが小さい朝、寝起きのトイレの後なんかだったら、ひょっとしたら70キロ切れてるかもしれません。以前はね、そんなタイミングで測ってたんですけど、今はもう、あんまり気にせずに、一番重い時に、まあ、例えば夜食後で、ね、70キロを超えてなければ、大きい数字だなとか小さい数字だなとか、そんな感覚的に、はい、体重計に乗ってます。で、やっぱり、いつになく順調なのは、一応初めて取り入れたトマトジュース、毎日今も飲んでるんで、一応トマトジュース効果かなということにしておきたいかなと思います。ということで、はい、また70キロ経過がね、縦線入る、まだ縦線入ってないです。ということで、はい、今日これで終わりたいと思います。明日また5分だけでもやれたらいいなと思っています。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。